ミロアカミルクサッカーアカデミー井上真でございます。どうもミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。お願いします。こちらです。ドン。日本サッカー界を支える湘南ベルマーレ編の台所でよろしくお願いいたします。さあ、このシリーズ北から南までカテゴリーぶっこ抜きで全部やってます、ということで湘南でございますね。来ました。はいはい。いや、ちょうどさ、まあさ、皆さん、今、代表のね、はい、ウィークでしょ？そうですね。みんな、湘南すごくないっていう。はいはいはい。まあ、この表紙の右側にも、まあ、今回代表に選ばれてる谷くん、松戸くんっていう名前はありますけど、はいはい。他にもな、川崎今いますけど、山根選手。うんうん。あと今、ね、ヨーロッパ、スットガルトにいますけど、遠藤航選手。はい。みんな湘南よと。そうですね。よく考えた。そうですね。他にも田中佐藤選手とかね、鈴木統一選手も海外でやってたりだとか考えれば、湘南初が今すごい支えてるよなってところ感じて。そうです、そうです。はい。そうなんです。さて、湘南の今がどんなメンバー揃ってるのか、そして、はい、ついに、長年3、4年僕が言い続けたあの人、この台所でも毎年言ってたあの人が、ついにトップ昇格しました。その人についても語っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、ミルワカ毎日やってます。チャンネル登録、まだの方、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで、いきましょう。はい。今日のシート、こちらでございます。ドンと。はい、出ました。はい。うん、左側が、まあ、今年、主に使われているフォーメーションプラス、まあ、ざっくりとした、まあ、番手表みたいな感じになっておりますよと。はい。で、右側にはめっちゃ人いますけれども、まあ、年齢とポジションの、まあ、分布表になっておりますよと。はい。これ、まず、見方からご説明させていただきたいんですが、GK と書いてある、こちらのピンクのところですね。これが、ゴールキーパーのところになってますよと。はい。その皆さん、右側行っていただければ、まあ、青がセンターバックタイプ、はい、水色がまあサイドバック、ウィングバックタイプ、で、オレンジが守備的なね、ミッドフィルダータイプになっていて、黄色がオフェンシブなミッドフィルダー、黄緑がまあウィンガーサイドアタッカーになっていて、まあ、緑がセンターフォワード系になってるよと。というところでございますよと、はい、そして縦軸は年齢生まれ年なんです、はい、オリンピック4年刻みで書いてありますということで、一目で飛び込んできますけれども、どんな傾向があるのか、そして補強ポイントやいかにということでございますけどもね、はい、やりたいと思います、あと皆さん念のためというか、これもなんですけど、はい、あの左も右にもあのピンクで名前書かれてある方々が、あのレンタルで来てる人になります、はいはい。で、逆に水色で書いてある方々は、レンタルであの、どこかしらのチームに行ってる方ということになりますので、一応それだけはと。わかりました。はい、行きましょう。まず右側の表を使って各ポジションずつ見ていきながら、まあ、ちょっと左側にも触れていきたいなというところでございます。はい、まずはゴールキーパーですと。はい。まあ、毎年言ってますけど、湘南はここですね。ポイントは。他のいろんな選手上にもいますけども。はい。一番下にいる。谷康生という男。ね、そうですね、はい。もうちょっとみんななんとなくね、湘南でずっと頑張ってるから、やや忘れ、あえてちょっとね、あえて忘れてますけど、まあ、ガンバから来てる。そうなんですよね。レンタルなんですよね。そうなんですよ。はい。そして、まあ、東京オリンピックまではとか考えてたけど、よく考えたらというか、フル代表まで参戦するようになっちゃったので、そうです。まあ、まず一個のもの、東京ね、五輪世代の一つの物語は、カタールまでって見方がありますよね。なるほど、なるほど。ああ、ってなると、ということか。はあ、そうか、まだまだ東口さんっていうね、イメージもありますけれども、そうなんですよ。先を見てということもあるのかなというね。ただ、現状、これはガンバの皆さんごめんなさいの話ですけど、正直この収録時点ではガンバが17位です。ああ、なるほど。そうなってくる。ただ、東口さんも谷さんも、いわゆる A 代表クラスなので、そうね。ちょっと J2 で多分戦わせるわけにはいかなくなってくるかもしれないと。確かにそうだ。そう考えると、谷選手は湘南に行っても言いたいんだけど、なんかずっとデュッセルドルフが狙ってるって話があるんですよね。へぇー。おぉ。とか、あとまだわかんないけどさ、ほら、2010年のワールドカップで、はい、川島英二さんがほら、大会の時、一気にギュッと守護神ダッシュしたでしょ、そんなことが谷選手にも起こった場合。若手時代の川島さんがってことですか？そう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 。はいはいはい、谷選手が今回ダッシュする可能性ってありますよね。なるほど。そんなことが起こったら、ほぼ確実海外です。そうか。だから湘南としては、もちろん他の選手みんなすごいんだけど、まあ谷君枠は考えなきゃいけないよねっていうタイミングになっているねと。いうところでございます。はい、はい。長く取ったけど、もう、まずはここですからね、どう考えてもね。はい。で、続いて、こう、センターバック組でございます。はい。
まあ、十二分な人数いるので、で、おそらく今シーズンのオフで多分こうなると思うのが、杉岡選手が一応、鹿島から一応レンタルで来てる感になってますけど、まあ、完全移籍かというか、まあ、完全に戻ってくるって形になるんじゃないかなとは、思いますので、まあ、そこが、達成できれば大丈夫かなっていうのは、ちょっと思うところではございます。人数はね、足りてる感じがしますね。そうですね。しかも若手のところにメンバーいますからね、大丈夫かなと思います。そうですね。そうです、まだ。そうなんだよね。そして続いてサイドバックでございます。はい。サイドバックちょっとね、年齢がちょっと上なところの、ウェグバックもか、上のところの選手もいますけど、やっぱでかいのここですよね。ハート選手いますから、アンダー21日本代表ですからね。はいはい、しかも右も左も両方できる。これはでかいね。強いて言えば若手もう一人このポジションで取れたら、まあ、御の字ってところかなと思います。で、そのまま次行っちゃおうと思うんですが、はい、まあ、ここもちょっと課題になってき始めてしまったのが、まあ、この守備的ミッドフィルダーですね。もともとこのアンカーとかの位置で言うと、本当は長木さんがいたんですよね。ただ、名古屋レンタルで行っちゃいました。はい。あと、本当は斎藤瑞希さんがいたんですよね。まあ、頑張りレンタルで行ってます。はい。あと、本当はついこの間まで、田中聡さんがいたんですよね。そうか、いっぱい抜けたんですね、確かに。だってまずはもっと言ったら、このポジション本当は遠藤航でしょ、まあそう、確かにそうですよ。そうなんだよ。育てすぎましたね。育っちゃうんだよね。どうしても育っちゃうからね。なるほど。それでこの黄色の帯があるところがっていうことになってくるわけですね。そういうことですね。この世代で。はい。まあだから、まあ、三月ただ、多分帰ってくるでしょう。おそらくガンバから。あ、まあ、そこで大丈夫じゃないかなとは、思いますが、米本選手も一応名古屋から来てるんで、まだどうなるかわかりませんけど、もしかしたらね、長木米本のレンタルトレードから完全移籍トレードとかっていう可能性もあるかもしれませんけど、まあ、ただ、斎藤光希、米本行ったら大丈夫じゃないかなっていうのが思うので、まあ、このあたりは今後も注目ですねと。そうですね。はい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 、はい。あとは今度、黄色、黄緑行きたいんですが、はい、まあ、ここでもう言いましょう。うん。まあさん。うん。湘南サポの皆さん。そして、日本サッカー界。皆さん、ご存知ですかと。え？うん。私はずっと言ってきました。4年間、この湘南の台所事情表で。ついに来た。ついに来た。久嗣という名前があります。はい。今、高校2年生の石井久嗣選手という方が。ああ、先生、なんか、前から。はい。折に触れて。はいはいはい。そのもう、なんなら中学生の時からずっと言ってきましたけど、無事トップに来ました。ですか。はい。ネクスト、久保建英。うわー、そんな、ああいう選手なんですね。そうなんですよね。毎年言ってますけど、もともと出身岡山の方なんですが、はい、やっぱその遠藤航選手とか、こう、みんなその、湘南のユースからトップに上がってみんな活躍してるっていうのを見て、俺はその湘南でプロになるって言って、その湘南ユースに飛び込んできた男。無事に育って、世代別代表にも入り続けて、無事来ました。広島でもなく、ガンバとかでもなく、俺は湘南だと。おそらく彼が、まあ、3、4年、この湘南で、このね、育ってって、まあ、多分海外とか、なんならもう、ヨーロッパ、5大リーグの一部までは絶対行くと思いますから。いやー、すごい。先生がそんな、ピーコ版をしてくれる。で、またこの石井選手の活躍を見て、だったら俺も、そして、あ、そんな遠方からでも、ちゃんと育ててくれるチームなのであれば、ね、安心してうちの子預けられるわと各地の、全国各地の親御さんも思っちゃう。なるほど。湘南の価値をもこれから上げていってくれるんじゃないかという選手。そうなんですよね。なるほどね。あるんじゃないっていう。はあ、はあ、はあ、はあ。しかも代表まで行ってますからね。なるほど。皆さん各所。そうですね。で、もしくは、そしてここね、センターフォワード、町野選手なんかもそうですよね。うん。思えば3年前はまだ J3 でした。いやー、北九州。うん、で、J2 の北九州で、それで J1 でこの湘南ですよね。うん、すごいわね。やっぱりでもね、出場機会をね、若いうちに何試合も積むということがいかにでかいかっていう証明でもありますよね。そうなんですよね。うんうん、だそう考えてくると、やっぱこれで分かってくるのが、やっぱ池田正樹選手。うん、ああ、はい。あとは今年岡山でレンタル行ってますけど、やっぱゴールキーパーの堀田選手なんかもそうだし。福島ですもんね、やってます。はい。あとはだから、福島隼人選手なんかもね、そうですよね。J3 でしっかり、身につけてきた方々が湘南で花
開きつつあるぞと。なるほど、なるほど。これはでかい話なので。いろいろ仕込み始めてるし、もう動いてるってことなんですね、たくさんね。そういうことですね。なるほど。でも本当いろんな選手いますけど、しょうがない。本当にもういい選手が育つから、全国各社の親御さんの皆様はぜひっていうことも、言い方あれかもしれないけど、そういうチームだよってのは間違いないですからね。はい、はい、はい、はい。今後も楽しみなチームでございます。なるほど。はい。ありました。ということで、湘南編お送りしてまいりました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。皆さんでね、ご感想、ご意見などコメント欄に書いてください。ありがとうございます。お願いします。高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。そして、ライブもこのような日程で行います。4月7日。ね。ぜひチケット、オンライン、オフライン、どっちも売ってますんで、来てください。お願いします。そして、メンバーシップもやってます。グッズショップもやってます。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。来てください。井上真央でございました。直美ゆきさとでした。最後までありがとうございました。このシリーズも続きます。それではまた次回です。先生ありがとうございました。皆さんありがとうございました。若手みんな頑張れ。